僕フォルテ。おはようございますちょ。フォルテです。こんにちはしおたんです。いやしおたん、どうしたんですかこのドレス。今日はですね、フォルテ君を応援するために駆けつけました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いやね、僕頼んだんです。最近いろんなことに関してやる気が出ないなって。10月になってちょっと寒くなって朝起きるのも起きにくい。そして筋トレするのもちょっとね、あとはもう一回っていうのがやりにくい。ピアノも本気で集中したいけど、やっぱ集中最後の最後の一押し振りができないとなってきたから、僕は考えました。プロのオペラ歌手に頑張ってーとか言われながら練習したら、生活したら、すべて人生がうまくいくのではないかと思いました。例えばなんですけど先生、僕が音を間違えたら、はい、間違えたわよーみたいな感じで言ってくれたら、僕も自分で間違えたなと思ったらやっぱ病むんですけど、先生に言われたらいけると思うんですよ。うんうん。だから一回もちろんやりましょう。あー、いいですね先生。では先生、はい、参考があったら僕わざと間違えてみます。はい、やってもいいですか。はい、ラ・カンパネラいきます。こんな感じにできるのではないかなと思うので、早速やっていきたいなと思いまっちゃう。では先生、はい、トルコ行進曲練習しまっちゃう。練習した方がいいですよね。そうね、少し頑張れみたいなのを途中もらってもいいですか。わかりました。ここが難しいんですよ。うん、やっぱ弾けないから、うん、やっぱもう一小節ごとに頑張れもらってもいいですか。わかりました。ちょっと先生、前に来てませんか。なくなってきちゃったわ。先生の声が欲しいんです。先生の位置一生せずごとにくださいね。はい、頑張れ。ああ、先生のおかげでかなり上手になったかもしれません。じゃあ先生、はい、
僕の例え曲10の1を聞いてもらってもいいですか？聞かせてください。それでは弾いてみます。先生、次は、はい、僕、フラフープが苦手なんですよ。フラフープですか？はい。だからフラフープをちょっと頑張るので、ちょっと応援してもらってもいいですか？あ、わかりました。フラフープですね。そうなんですよ。いきますよ。もっと腰使いなさい。はい、先生。先生が、回れって言ったら頑張ってみます。よし。僕フォルテ。まあ、はい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 。どうですか、先生。勢いがちょっとはよ。はい、先生、ありがとうございます。では、先生、次。スクワットがうまくいかんくて、やっぱここまでしか足が回らんのですよ。で、先生が、もっと深くいってたら、引きます。はい。最後、最もやばい課題、先生にお願いしてもいいですか？でしょうか？やっぱ最近、寒いじゃないですか。寒いです、ね。起きれないんですよ。起きれない。だから、先生が、起きろって言ってくれたら、多分起きると思うんですよ。私それは自信あるわよ。ちょっと僕、眠い。やっぱ普通の目覚まし再現しますね、先生。プルルルプルルル。先生の塩タンバージョンの目覚ましお願いしてもいいですか？わかりました。最後に声だけ僕大きい声が出ないんですよ、うん、ちょっと先生からもっとって言われたら多分出ると思うんです、うんうん、出してみますね。じゃあ大きい声出してください。お疲れ様でした、先生。お疲れ様でございました。いや先生、さすがです。もう、オペラ歌手というだけであってから、もう、素晴らしい歌声。おお、綺麗、先生。ありがとうございます。すいませんね、ちょっと、恥じらいがちょっと出てしまいました。あ、出てしまいました。出てしまいました。上手ですよ。ありがとうございます。いや、今日はもう、先生とね、ちょっと東京から大阪の方に、ちょっと先生ね、そうなんですよ。遊びに行ってて。そう。で、せっかくだったら、岡山、来ちゃうよって言っちゃって。うん。来ちゃって軽いノリで来た。ありがとうてな感じで先生をね今日招待して、まあ先生の声だったら僕できると思ったんですよ。やっぱり何でも今回やっぱ動画で検証してみて、うん、やっぱ先生がいたら、うん、何でもできました、うん、やっぱなんか勢いがね、うん、ついた気がしますね、うん、やはり大きい声出してる。大事っすよね。大事大事、勢い大事。先生やっぱそういうもう勢いで、ね、勢いで歌ってやっぱ大事ですよね。大事ですね。お互い今全然言ってますね。全然言ってますね。まあ今日はこの後お肉でも食べてはっちゃけちゃいますか。イエイ。先生僕ご招待させてください。こちらこそ美味しいお肉をね食べに行きたいなって思うので、まあね、あとお肉の良さ多分塩炭飯の塩炭飯って言ってもらったけど塩炭先生の方のねチャンネルで見れるかなと思うので、紹介させていただきます。美味しいお肉めちゃくちゃ美味しいし、ね、楽しみにしとってください先生。楽しみです。こんな感じでね今日はここまで見てくれてありがとうございました。まあ最初のね最初の5分間6分間の動画ね多分コントチックになってるんではないかなと思うのですが、そこまで楽しんでいただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのアフタートークまで見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。先生、このドレスものすごく素敵ですね。ありがとうございます。やっぱこれこの前サンマで出てた時とドレスはちょっと違うんですか？ちょっと違うやつで。何かポイントはありますか？キラッキラのラメで。あ、もうキラッキラのラメで
なんだ男を摩擦みたいな。うん、もう摩擦んだろうか。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ホスマッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。